はいどうも、鈴木悟の Take It Easy チャンネルです。私の簡単なプロフィールになります。ご興味ある方は検索してみてください。はい、今日の話題ですけれども、先日の、ミドル級タイトルマッチ、村田亮太選手対ゲナジー・ゴロフキン選手の、ミドル級タイトルマッチ行われたわけですけれども、その時にですね、村田亮太選手、WBA のスーパーチャンピオン、スーパー王者となっていたんですね。それについてですね、スーパー王者って何っていうふうに聞かれることがあったので、ちょっとボクシング界の、はい、そういうタイトルに関してのお話をしようかなと思います。まず、ボクシングの、そうですね、世界王者、世界チャンピオンと認めている団体っていうのが主要4団体というものがございまして、WBA、WBC、WBO、IBF、この4つが主要4団体になるんですけれども、村田亮太選手は WBA のスーパー王者という形でした。で、そのスーパー王者なんですけれども、まず、長期政権防衛を何回 ?5 回以上とかだったかな、ちょっとその辺詳しく、はい、多分団体によっても違うのかもしれないんですけれども、長期政権をしていると、団体側から、スーパー王者に格上げという形になります。認定されます。それとですね、今もその主要4団体を統一するという、その WBA のベルトを持っていながら WBC のベルトに挑戦するっていうようなことが結構簡単にできるようになってきてしまっています。ということで、例えば WBA と WBC のベルトを取りましたってなると、統一王者っていうような感じで言われたりもするんですね。そうなると、WBA、もともと持っていた、タイトルの方の団体が、またこれまた、君は統一王者になったからスーパー王者になっていいよっていうことで格上げ認定してきます。まあそれが主な、本当は主な理由なんですけれども、今回の村田亮太選手は防衛戦をしただけで、ちょっと特に長期政権とはなってなかったんですけれども、2年4ヶ月ブランクがある、コロナとかそういうので仕方がなくそういう期間ができてしまったんですけれども、それを長期政権としてしまったのかどう、そういうことなのかなとも思うんですけれども、 WBA が、村田亮太選手をスーパー王者に格上げしていたということなんですね。で、まあその主要4団体があるというところから、ボクシング界のちょっとこう構図が疑問を持つ、ね、方もいるんですけれども、要は4団体に全部同じように階級が、ね、ミニマム級からヘビー級まで、17階級あって、それぞれチャンピオンがいるんですけれども、今回のミドル級を例にとってお話しすると、 WBA、WBC、WBO、IBF の4団体すべてにミドル級チャンピオンがいるということになるので、ミドル級、世界ミドル級チャンピオンって4人いることになるんですよね。で、じゃあそれの中で誰が一番強いんだってなってきて、統一戦などを行ったりするんですけれども、そこまででいいじゃないかと思う部分はあるんですけれども、今回の WBA の村田亮太選手のようにスーパー王者、スーパーチャンピオンができてしまうと、今度は正規チャンピオンが空位になるんですよ。誰もいないチャンピオンがいない状態になります。そしたら今度はそこの、正規チャンピオンを作るために王座決定戦などをして、正規チャンピオンが出てくるんですね。そうすると団体の中に、団体の中にその ミドル級に、一つの団体の中に2人のチャンピオンが出てくるんですよ。
っていうのが最近のボクシングではちょっとこうボクシングファンの中ではそれってどうなんだろうなっていう風になってしまってる、なんか面白くないっていう方もいらっしゃるような原因になってるんですね。で、なぜ、そのようなことをやり始めたのかというと、これ結構経済的なお話らしくて、お金のお話らしいんですけれども、タイトルマッチを行うその認定料みたいなものを、団体にその主催者側は支払ってるみたいなんですね。なので団体はバンバンタイトルマッチをやってほしい、タイトルマッチをやってほしいから、王者チャンピオンがいっぱいいてくれるとタイトルマッチの数って増えますよね。試合をするためにタイトルマッチをやる、そしたらタイトルマッチを認定する認定料というのを、その主催からもらうことができるということで、いろいろな形のチャンピオンを作ってですね、タイトルマッチという機会を増やして認定料をいただいているというのが結構主な理由、他にも理由あるのかもしれないんですけれども主な理由らしいです。そしてまあスーパー王者、正規王者のお話今してきましたけれども、団体が認める王者ってまだ実はあって、まずその2つですね、スーパー王者、正規王者で、次に暫定王者っていうのがあるんですね。暫定的に、まあ、とりあえずチャンピオンになっときなよみたいな感じなんですけど、これどういう時に作られるかというと、正規王者が、まあ、怪我、病気などなどで、長い期間、長期間試合ができなかったりとか、まあ、他の理由もあるでしょうね、何かしら理由があって長期間タイトルマッチができないっていう時に、とりあえずチャンピオンを作って、暫定という形で作って、そのチャンピオンが、その階級でのチャンピオンってことにしよう。で、正規王者が戻ってきたら、正規王者と、決定戦、どっちが本当のチャンピオンかっていうのを決定戦やるっていうような意味で暫定王者っていうのを作られたんです。もうこの辺からちょっとおかしいです。なんか分からなくなってきます。なんでそんなことする必要があるのかなと。正規王者が戦線離脱、その長期、防衛戦が行えないっていう状況を作ってしまったとしたら、その時点で返上とか、なんか、剥奪みたいな感じにすればいいのかなと思うんですけれども、それはそこで残しておいて暫定的にチャンピオンを作るっていうのを始めちゃったんですね。今度そうなってくると、また、そこの暫定王者もチャンピオンなので、その正規チャンピオンが戻ってくるまでの間に暫定王者で防衛戦をすることもあるらしいんですよ。そうするとそこでやっぱりタイトル認定料というのを団体がもらえるという形らしいんですね。要は団体は正規王者 がタイトルマッチをやってくれないと認定料がもらえないから、タイトルマッチをやってくれる人を作るっていう感じなんですね。そして最後に、もう一番わけわかんないやつ、休養王者っていうのがあるんですよ。休養ですよ、休んでるんです。休んでるチャンピオンとして、まあこれも理由はそういう感じ、医学的にとか、なんかこう他のいろんな要因があって長期試合ができない王者を休養王者とするみたいな、確か、感じだったんですけれども、それってなんですかね、正規王者がそういうね、いろんな何かしらの理由でタイトルマッチができないって言ってるのと全く同じような理由なんですけれども、休養王者っていうのがあって、マニー・パッキャオ選手なんかが休養王者になってたことが確かありましたよね、っていうような感じで、一つの団体にスーパー王者、正規王者、暫定王者、休養王者っていう4人のチャンピオンがいるっていう状況が出てきたりとかしたらしいんですね。そうなってくると本当にもうボクシングファンはもう、いや、なんだよそれ、面白くないよっていうになってしまった方たちって多いらしいです。まあ、ちなみにですけれども、私がボクシング
をやっていた頃は日本は、その主要4団体のうちに WBC と WBA の2団体にしか加盟していなかったんですね。なのですごく日本人が世界チャンピオンになるというところがより狭きもんで、はい、ね、なかなかなれないぞっていう感じだったんですけれども、主要4団体に加盟することによって残りの WBO と IBF のタイトルも狙うことができるようになったので、日本人が世界チャンピオンになる確率というかなれる状況がね、よりなりやすくなったっていうのはあるので、そこはね、私がまだボクシングやってる時に、はい、加盟してほしかったなって思うところではあるんですけれども、その主要4団体に、日本が加盟して世界タイトルにね挑戦する機会が増えたっていうことすらあまり面白く、ね、ないとおっしゃるボクシングファンの方々もいらっしゃるぐらいなので、なんかなんでしょうね、そんなにもう暫定とかスーパーとかタイトルがその階級で何人もチャンピオンがいるみたいなものを作りすぎてしまうとベルトの価値というのは下がってくるということなのでしょう。まあ、ざっくり言うとスーパー王者という、村瀬選手のスーパー王者って何なのっていうご質問に答えるとこんな感じになります。はい、今回は以上になります。この動画面白かったなと思いましたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。今後も、このようなコンテンツ上げていきますので、ぜひぜひ、視聴の方よろしくお願いいたします。ジョージ電力気楽に行こうぜ。